えー、こんにちは、えー、今回皆さんの陶芸の体験授業をさせていただきます陶芸家の堀井ですよろしくお願いします今から皆さんに作っていただくお皿の参考となる資料をお見せしていきますまず使う粘土をご紹介しないといけないですねこんな風にグレーの粘土 それと茶色の粘土を使います。この粘土の色の違いを使って表現していきます。皆さんには。黄色。白。透明。青。の。 いずれかの色を選んでいただき、最終的なお皿の色とさせていただきます。これからご紹介させていただく作品は、皆さんと同じ六年生の子たちが作ったものです。課題は、幾何学模様です。少し雰囲気が違うかもしれませんが、十分に参考になると思います。 まず最初のポイントは大きなな模模様、様小さな模様です。画面の中で大きな模様や小さな模様を組み合わせていくことがとても大切なことになりますこれらの作品いかがでしょうかどの作品にも大きさの違う雰囲気の模様が組み合わさっていますねまた、 お皿の端の方まで模様があることがとても重要なポイントですこの作品のように模様のないところも変化させていることはとても効果的です僕らは何も描いていないところを間、ま、とも言いますが模様のないところの大きさの違いも しっかりと意識してあげるととてもいい感じになります皆さんには密度の違いといった方がわかりやすいかな大まかなところ細かなところを意識してみてくださいねもう一つのポイントは線の太さを変えたり塗りつぶしたような面を作ったりすることです この作品はそのことをとても効果的に使っていますお皿の周りにある丸い模様は細い紐を使った模様や塗りつぶした模様が組み合わさっていますこの作品も分かりやすいですね線の要素面の要素が組み合わさっていますこの作品も 線のところ、塗りつぶされた面の要素が分かりやすく組み合わさった作品です模様のないところが大きかったり小さかったり変化しているので案外複雑に見えませんかこの作品は線の太さを変えていることで効果的に見えてくる作品ですね。 模様それぞれは決して難しいものではなく線丸三角など単純なものでも組み合わさっていくと案外複雑に見えるところが面白いところです。 この作品、幾何学模様って思っちゃいますかうーん、実はこの作品、三角形がいくつも重なっている作品です。皆さんが作っていくときに、多分細い紐を作っていこうと思っても、案外と太さが変わってしまったりすることがあります。 まあ実際に粘土を触っていくと思いどおりにならないことはたくさんありますでもねここがとっても重要なんです思い通りにならないからといって諦めずに作っていきましょうせっかく作ったデザインが思うようにならないからといって諦めてしまったらとってももったいないです三角形の形のが ちょっと歪んでもいいじゃないですかこんなに面白い作品になるんですよ今からご紹介していく内容は別の課題のものになりますこちらも参考になるかと思いますので見ておいてくださいこのお皿は今までの作品とは少し違っているところがあります お花の模様のところや葉っぱのところに線状の模様があるのですがこれは一度赤い粘土で模様を作って粘土を伸ばした後に改めて白い粘土で模様をつけています。 あまりこのことを多用してしまうと非常に難しくなってしまうんですが、まあ、こんなふうに模様を打つことで少し複雑に見えたりする効果がありますこの作品も先ほどの作品と同じような感じです赤い粘土でまず一度模様をつけて粘土を伸ばした後に こうして表情を白い粘土でつけていますさてデザインについてですお皿全体にまずは模様を施していくということを第一番目に考えてあげれるといいですね粘土で作っていく模様は あままり複雑になっっててししうととっても難しいですこういった丸や線のような模様は比較的楽に作ることができます実際に模様を作っていく作業はこうして紙をハサミで切っていく作業の 難易度難しさと大体よく似ていますハサミで切っていくことができるような模様であれば粘土でも比較的容易に形ができると思いますこちらはやや難易度が高いかなと思ったんですけれどもアメリカザリガニのデザインをしてみました それでもこちらのデザインですが足のところの細いよ線や髭の線などは比較的簡単に作ることができます模様全体もできるだけ単純化させるようにシンプルに見せれるようにはしてみましたまあちょっと難しいかもしれないんですけれども できないこともないかなっていうデザインです今回の課題はまずは最初に皆さんにデザインをしていただくところからスタートをしていきますまだ粘土を触ってない状態からデザインをすることは少し難しいかもしれませんそれでも当日 改めて粘土を触ったところでデザインを変えていくことは当然可能ですあまり難しく考えてしまわずに楽しくデザインを考えてみてくださいそれではまた当日お会いできることを楽しみにしています